今日の動画では、前回に続いてですね、社会貢献のゴールについて、少し考えてみたいと思うんですよね。そうですね、たくさんあるゴールの中で、最も抽象度の高いゴールが全て、他の、複数のゴールがある場合でも、なんとなく包摂している感じで自分は捉えています。それは人それぞれなので、捉え方は自由なんですけれども、自分の場合はですね、博士のゴールとかなり近いんですけれども、ほぼ同じと言ってもいいと思うんですけれども、世の中、世界ですね、世界から差別とか偏見とか、あといじめとかですね、そういったものをなくしていく、お互いを尊重し合う、リスペクトし合う世界を作っていくと、正直者がバカを見ない世界にしたいっていうのが自分の中のゴールなんですね。もう最も高いところ、もちろんその先にも見据えていきたいゴールがありますけれども、現状この抽象の高いゴールをいかに自分が、活動して少しでも世の中を良くしていくということで本気になって、そのためにコーチングを広めてるっていうことですね。で、一言で言うと、世界平和のゴールを実現していく、その方向性にコーチングを広める活動がかなりの部分で寄与するというふうに思っているので、そういう考え方で、好調を広めることによってお互いがリスペクトし合う社会が実現していくだろうと。だからそれは全方位に必要だと思っているので、子どもに向けても、大人に向けても、当然年齢関係なしに全員にそういうマインドを、伝えていく。で、そのノウハウはルー大佐、友達博士から、たっぷり学んできてますんで、もちろんまだまだ奥が深いので、学びは止まりませんけれどね、これをいかに届けていくかという自分の中の、ライフワークと言ってもいいと思うんですけども、そういうものになってます。で、その中で社会貢献のゴールで、バランス取りの時に、例えばファイナンスだとか仕事だとか、家族とか人間関係とかいろいろ考えるわけですけど、そこの中の一つとして社会貢献のゴール、これはなんとなくぼやっとするんですね。当初も自分もそうだったんですけど、何をやったら、世の中のためになる、コーチングを広める活動がそもそもそういう活動だしなとか、まずは考えたのが、子ども向けの PX ですね。子どもたちに向けて無償でやる PX、 これをとにかくできるだけやる。問い合わせが来たら必ず行く、どこから問い合わせが来ても、交通費とか宿泊費、報酬をいただかないモデルですから、 PX は。問い合わせが来て、自分にファシリテーターやってほしいという要望が来たらですね、どこでも飛んでいくぞということで、飛んでいってやってきてます。今までもこれからもやっていきますけれども、そういうことを YouTube、 ブログとかで書いたらですね、早速来るわけですよね。金沢でやるんですけれどもとかね、北陸行ったことがなかったんですけど、行きました。 当然2日間でやる PX なので、1泊2日で、時間を確保するとともに、ホテルを確保しなきゃいけない。あと往復の、北陸だと新幹線を使えるから、新幹線で行きました。あと鹿児島も来ましたね、すぐね。鹿児島は新幹線で行くと遠いんで、時間かかるんで、やっぱり飛行機になりますけれども、飛行機往復、鹿児島の宿泊は、自分で言うのはなんか自腹を切るわけですね、心地よく。でも鹿児島の場合はあまりにもこう、病院でさせていただいたんですけども、結構な人数で。で、好評だったので、2回目はですね、また鹿児島、3月にやって、また6月にやったとか、かなり年に2回ぐらい行った年もあって、非常にそこでいい出会いもたくさんあってですね、鹿児島はなぜか定期的に行きたくなる場所になってるんですけども、何か引きつけられる何かがあるんですね。この鹿児島の話はまた別のところで話をしたいと思いますけど、そうやって PX は、社会貢献活動の中にぶら下げてます。要はその自分がお金をいただかなくてやりたくてやる。で、現状の外側ですから、言われたらどこにも飛んでいく。現状の外側っていろいろ捉え方あると思うんですけど、社会貢献の中で自分で後で気づくんですけども、お金を出してまでもやりたいことで社会のためになること、社会貢献になるものをやっていくっていうのが自分の中の現状の外側。これはすごいですよね。そういうふうに決めたら心地よく自腹を切っていくっていうことでできると。そのためにやっぱり何とか他で、自分独立起業しますから売り上げ立てなきゃみたいなのは当然、ハフトではなくてウォントの力で、そういうところも広がってくるわけですけどね。社会人向けのコーチングの活動も、ある意味お金対価をいただきますけれども、
あんまりビジネスとしては捉えていませんけれども、そういった活動が広がるきっかけになりました。ということで、 あとはですね、そう言われてブログに書いて問い合わせが来たのは、サンフランシスコ州立大学の、ね、学生から、留学生から、ね、問い合わせが来て、どこでも行くっていうことなんで来ていただけるんですかみたいなね、そういうふうになったら行きますよね。だからサンフランシスコ州立大学まで行って、サンフランシスコ往復結構な金額ですよね。当たり前ですけど、これはもう鹿児島の日じゃないんですね当然一泊以上はしますけどね、サンフランシスコまでせっかく行くということで。いやー、まさかね、キャンパスの、行ったこともないですよ、キャンパスのその正門の前あたりで待ち合わせしましょうみたいなので、まあ途中で電話もつながんなくて、 Wi-Fi で Wi-Fi のその通信機器を持ちながら、なんかメッセンジャーかなんかで電話してとか、メッセージをやり取りしながら、なんとか、初めてですからね、会ったこともない学生で、顔は当然こう事前にメールのやり取りとか、ちょっとネットの電話で話をした、声は聞いたことあるけど、顔も写真でちらっと分かるぐらいで、会えるのかなっていうのはまだありましたけどね。で、会いました。で、何十人、30、40人ぐらいの日本人留学生に、大学のキャンパスのその教室の一部を使わせてもらって、こうスライドを使いながらね、コーチングセッションして、別に PX2 まで行かなかったんですけども、コーチングの講義をちょっとやって、まあどんどんスコードも外れていったと思います。みんなゴール設定してぶっ飛ばしますみたいなね、飛んでいきますみたいなね、ミラー思いっきり切り開きますみたいな、そんなメッセージを最後もらったんで、行ってよかったなと思って。これ時間とお金を拠出してまでもやりたいことで、世の中のためになること、これが自分の中の現状の外からの社会、貢献のゴールだってことは後でなんと気づいてくるんですね。で、今はまさに、お金を拠出してまでもやりたくなる社会貢献のゴールを次から次へと設定してはやってます。その中の一つが、この前の動画でもお話ししたように、まさにジュニアナイトのプログラムでもあるし、もちろん PX も今もやってますけれども、お金をいただかないからこそ思いっきりできるということで、社会貢献のゴールを設定して本当に本気になってそれを追いかけると何が起きるかっていう話なんですね。最終的に言うと、今日の伝えたいことは、ぜひやっていただきたいなというか、やってみることをお勧めしたいなと。それは社会人経験の中で言うと、ずっと何かこう自分のキャリアアップとかね、こうしたらお金が稼げるようなスキルが身につくと、なんかそういう、どうも結果からしたら金融資本主義の中に組み込まれた、刷り込まれた価値観で自分の未来を切り開いてた自分のサラリーマン時代がありましたということで気づくんですよね。これが大きかったかなと。今は楽しみながら、社会貢献をしながら、堂々と日本中世界に向けてそういう活動を今現在進行形でやってます。これはですね、他のゴールにも、影響を与える、自分の抽象の高いゴールにも当然影響を与えるし、いろんなところでスコットマンが外れてきますね。で、もともとやっぱり最重要であったそのファイナンスだとか仕事だとかっていうところの中のスコットマンどんどん外れていく感覚があって、今はやっぱり自分の中でも重要性の高い社会貢献のゴール、どれが重要性が高いか、その時のその時でこうどんどん変わっていくんですけれども、自分の中でやっぱ柱の一つとしては、これはど真ん中に近いですね、社会貢献のゴールというのを設定することによって、いろんなゴールに波及してエネルギーを自分の中内側からこう引き出すことができるなと。で、それが世の中のためになるんだったらどんどんやりたいなということで、この社会貢献のゴールを設定し、本気になって現状の外側のゴールですけれども、それを追いかける、そこに向かって活動を起こしていくっていう、行動を起こしていくっていうことをぜひやってみることをお勧めしますということですね。強制はしませんので、ということで、楽しみながらコーチングを学んでいきましょうということで、今日は以上です。ワクワク様でした。